買いたい。いや、わかる。てか、回ってる？もしかして。カメラちっちゃ。回ってますか？これ回ってる？待って、これ。じわ、じわじわ。監視カメラになっちゃう。なんかトイレにさ、はい、あの、汚物は自分でお持ち帰りくださいって書いてあったんだけどさ、どういうこと？ゲロじゃない。ゲロか。うんこ。飲み会とかここ多分できる。いや、そんな犬の散歩みたいなことないでしょ。ちょっと。あの動画開始早々、うんことゲロの話、すみません。私そのうんことかゲロとかよくわかんないんですけど、ザリガリ、どうもザリガニョーとレナシ、どうもレナシです。おはようございます、レナシです。他の人の動画、他人の動画の方が行き来する私。本当、うん、気楽でしょ。気楽だわ。ということで本日はね、レナシ、あの、なんだっけ、スノーマンの深澤くんが、ほ、なんだっけ、深澤くん担当で、他にもストーンズとかなにわがね、はい、掛け持ちをされているレナちゃんとのコラボ動画でございます。よろしくお願いします。レナちゃんの方のね、動画にもいろいろ上がってるんだけど、はい、ザリガニの方では今回ジャニーズと全然関係ない。恋バナ次今日は恋バナをしまくりたいと思います。イエーイ。でね、ここでそのまあ元彼のトークをしてもね、あの悲惨な現状が待っているの で、あの、あれですわ、インスタの方でインスタ忘れていらっしゃったんですか。おじいちゃんで、まだ26もアラサーなんですか。あなたに26で太りやすくならん。わかる。やばくない？肉のつき方が本当にやばい。インスタの方でみんなのね、恋愛に関する質問聞いてきたので、今日そちらを答えていこうと思います。お願いします。お願いします。ソフトでも、あーどうでもコンタクト。こっちでもやるんですか。恥ずかしくなっちゃった。こっちでもやるんですか。ごめんなさい、なんでもなしです。ありがとうございます。はい、じゃあということで、はい、行きましょう。今回恋愛で悩んでることを教えてっていう感じでやってきたんだけど、うん、じゃあまず1個目、嫌子だから学校で好きな人できないし、できたとしてもオタ隠してないから避けられる。別に。え、これ私答えていいんですか。うん。え、だってさ、オタクを隠してないからオタクだから避けられるってことでしょ。そう。オタクだから避けるようなとこダメですよ。間違いないわ。そう。そんな自分の価値観を振りかざして最初から受け入れようとしない男なんてダメです。人の趣味よね。ええ。そうですよ。だも反対。ほんとね、人の趣味をバカにするのはよくない。そう。でもね、実は俺男目線、うん、中学時代ジャニオタの女子、その全員がというよりかは給食の時間に「あっ何で惜しい惜しい惜しい」とか言ってる女はうるせえなと思ってた。私平成ジャンプのイントロ3音で叫んでましたみたいな。あ、ジャンプ感だったんだ。ジャンプ感だったから、今山田君が あ、 あれでしょ、同担同士で目が合うんでしょ。そうやってたってやってましたんで、そういう時代のオタクの女子あるあるみたいなところを代表して謝らせていただきます。申し訳ございませんでした。でも今になってみると、うん、CM でね、あのキンプリって任天堂スイッチ、はいはいはい、やってるね。やってるじゃん。任天堂スイッチって CM 始まるときにカチッ、あカチッって流れた瞬間だよね。そうなるからね。そうオタクあるあるよ。そういうことなのよ。まあ、でも隠さなくていいと思うけどね、うん、学生の時に自分の趣味とか価値観を隠すことを覚えちゃったら、オタク関わらずなんか自分の考えを隠すことになっちゃう。確かにいいこと言った。めっちゃいいこと言ったでしょ。消毒症状。いいこと消毒ね。いいこと消毒。手があれあれになるんでしょうね。いった。いった何なの。やばいなと思ってた。大体こんなもんよ。キスさせてくれないんですけど、どうすればできますか。しちゃえよ。しちゃえよ。死にっちゃえよ、キスなんて。顎掴んで、チュで。そうで、顎派なんだ。へぇ、ザリガニは顎派なんだ。顎派なんだ。いや、キスっていつするんだろうね。ちょ、もうさ、2年以上キスをしてないからさ、はいはいはい、キスのシチュエーションがわかんない。え、キスってデートとかでも外ではしないじゃん。私外はしたくないの。無理でしょ、うん、なんか駅のさ、改札の前でこうやって変えたくなーに。もう俺も顔したくない。もうさ、うん、ダー君いつ会えるの。いつも駆けつけるよ。てかね、やりたくないんだよね、そもそもキスを。
違う。そっか。違う。してよ。してよ。みんな、してよ。キスしてよ。視聴者さんにキスさせるな。しちゃえばいいんじゃない。結論ね。うん、そう、なんか、裾とか、キュッキュッってやる。かわいい。かわいいじゃん。かわいい。チューしたいなんて言われたらもうね。あ、そう、キスって言わない方がいい、女の子。チューしたい。チューしたいとか、そう。あとなんだろうね。キスって、チュー、キス、チュー。言わないとか。目で言ったら、うん、ふぅぅぅなんかその、チューっていうのも、あの、カタカナのチューじゃないよ。ひらがな。ひらがなのチュー。かわいい。もうそれ唇。チューじゃなくて、チューじゃなくて、チュー。チュー硬いからね。唇ガチガチ。チューって感じでお願いします。男性目線的にどうなんですか？男性目線的に、キス、なんでキスしたくないんだろうね。口臭いとかかね。マウスウォッシュとかそうですね。いやでも学生さんとか多いと思うんだけど、はい、ジャニーズを好きだとそこら辺の男に悩みを間違えた魅力を感じなくなることが悩みです。顔面強いし性格もいいし歌も上手いしダンスもできるし、うん、それを基準にしてると無理だと、うん、どうなの女目線女性目線は。皆さんハリーポッターってあるじゃないですか。ハリーポッターガーディアンレビューオーサーあばたけたむらのやつ殺しちゃってレナシシですのあるじゃないですか、はい、あれってあの皆さんすごい憧れたりとか好きだったりすると思うんですけど絶対にホグワーツに我々は入学できないことが分かってるから、うん、憧れとしか見ないじゃない、うん、その夢の世界の話としか見ないじゃない、うん、ジャニーズだってハリーポッターだもんね。あなるほどって考えれば一回切り分けられると思う。この前リオララちゃんのツイートで、はいはい、うわこれすげえと思ったのが好きになった相手がジャニーズだと恋愛じゃなくてリア子になるのが嫌だ。それめっちゃ思った。やばくない？一番だわと思った。それあれ真理だよね。うん真理。真理。真理。お互いにも。真実の理解の方だよね。そうよかった。合ってた？真理。そうちょっとあのガサガサして。だからこの子が現実で恋をしたいならさっき言ったファンタジーだと思えば。思って切り分ければいいし、うん、別にリアルな恋愛はそんな求めてないです、うん、ジャニーズだけでいいですっていうんだったらそのままでいいんじゃない。確かにね、うん、別に今が良ければそうそれでね私はそう思います。最近なんか晩婚化が進んでらっしゃいますからね賛成晩婚化この人はもうちょっとはい、はい、まあ今の通り今の通り通りに頑張ったらいいと思います。はいじゃあ次彼氏にめっちゃ嫉妬します。どうしたら嫉妬しませんか。嫉妬する派まあする派かゴリゴリに今までは束縛とかはあ、やだあ、それは嫌なの。嫉妬する気持ちは恋心としてはあるゴリゴリに。ああ、じゃあ例えば彼氏がサークルとか友達同士の飲み会絶対嫌だ。あ、嫌なんだ。うん、あの飲みに行ってくるねって言われて不安になるような人は嫌だ、うん、ああ、不安にさせない飲みに行くねがいいの。そう定期的に写真送るとか。うん、いや、あの酔い方酔った時に、うん、机の下で女の子の手触っちゃう人とかいるじゃん。そんなやついるの？いるとか、うん、その道端で寝ちゃうタイプの人とかいるじゃん。それが面白いと思ってる人、うん、それは嫌な。あーじゃあ普通に道楽として楽しむ飲み方ならいいと。うん、うん、そう。でも確かにそういう。どうですか？いやそれはでも思うわ。でも俺嫉妬しない人なんだよね。あそうなんだ。全く合コンとか行きたいって言ったらどうぞ。えなんで？だって関係できちゃうかもしれない。付き合っちゃうじゃない。なんかいい感じになっちゃうかもしれない。それはもうその子次第だ。その子がそう思うだったらもう行ってらっしゃいっていう。ああでもそれ一番いいかも正しいかも。あれ正論かも。選択権はその子だ。そうだって俺の人生じゃないから。あなた、もちろんあなたの人生と俺の人生は一緒だけど、はいはい、基本的にあなたが選択して生きてくださいっていう感じだから。でもそれで浮気されちゃったらどうなの。それはもうだから俺の魅力がなかったかもだし、その人がそっちを選んだんだからそっち行ってらっしゃいっていう。一番に見てほしいけどね、はいはい、一番に見てほしいけどってなるけど。でも別に嫉妬するのは、はい何ですか。ごめんなさい、どうぞ。え、何ですか別に。いい男です。いい男です。感謝者募集してます。よろしく。すいません、最近ちょっとこんなことした後に真面目なこと言いにくいんだけど。すいません。嫉妬良くない別に。可愛くない。私はいいと思う。嫉妬する気持ちは持ってほしいけど、束縛は干渉が嫌いだからされたくない。それなんか本当に気難しい女です。今年3月に20歳になるのですが、恋人がいたことがありません。今頃焦るのは遅いのでしょうか。なるほどね。だって25歳未婚もそしたら焦んなきゃいけない。おい26歳未婚も焦んなきゃいけなくない。そういうことになるんだよ。おいやめてくれよそういうこと言うの。そうなのよ。基準を自分で勝手に作っちゃってるのよ。だからそう周り関係ないから。そう自分が結婚したいと思ったら結婚するのがいい。だってなんか恋愛をしなくちゃいけないのかもしれないと思って、うん、恋愛のようなものをバカすか
場数だけ踏んでもさ楽しくはない。いやそれそう、でも若いうちに遊んどけって思わない？それは思うよ。今までさホストとかさクラブとか行った？行ったことない全く。ゼロ。うん、行きたさはない。人混みが苦手なので。気難しい女です。ほんとすいません。国じゃあ何か選んで。え、いいの？うん、ちょっと待って、うん、お互いさ足元がおっさんなんだけど。え？足元がおっさん。これさ、スリッパ良くないのよ。良くないね、これ。今すごい坂上忍さんみたいな。これどうかな、どうなんだろう。これパワハラだよ。パワハラだよ。あー、これいい。んおー、いいね、うん。これ、議論じゃない。彼氏に携帯確認されたんですけど、どういう意味なんですかね。どういう意味なんでしょうね、これは。だから嫉妬させちゃう何かがあったのか、うん、この子にとって。あ、この子私のフォロワーさんだ。うぞ、私もフォローしてくれてるこの子。みゆちゃん、いやーいやー。そうだから、そのなんか匂わせみたいなのが、うん、彼氏が勝手に嗅ぎ取っちゃったのか、嫉妬しいな彼氏で。あ、じゃあこのみゆちゃんが例えばちょっとインスタとかで、そう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 、変なストーリーあげちゃってみたいなとか。そうそうそう、シンプルにこれ嫌だってことなの？携帯確認されたの。まあでも嫌だから相談してるんだろうな、きっと。え、確認したい派？うん、嫌だ。確認していいことなくない？うん、いいことない。なんかもし自分の恋人が、はい、私の彼氏大好きなんだよねって言わない限り無理じゃん。そうね、そんなこと無理じゃん。うん、無理無理。やめた方が、あ、そう、うん。え、私も絶対されたくないし、したくない。無駄だよね、うん、え、されるのは OK？ 別にどうぞっていう感じだけど、して何の意味があるのって思っちゃう。なんかされた時に、確認された時、あ、するタイプねってなる。そう、なる。そうだよね、だよね、うん、そうそうそう、多分今それなのかなって思っちゃう。ちゃんと聞いた方がいいかもしれない、うん、年齢とか関係性とかにもよるけど、うん、ちょっと気になってるんだけどなんで見たのって言ってあげると、もしかしたらちゃんと理由があるかもしれない。あの、うん、もし君が行方不明になった時用にゼンリー入れと、怖いね。ゼンリー入れたら怖いわ。あの、だからあれじゃない、なんで確認したのじゃなくて、うん、え、なんか嫌なことあったみたいな、嫌なことしちゃってたかみたいな感じで聞いた方がいい。そんぐらいがいい、うん、多分これを確認されてもない、あの、言ってくれるってことはこの人何も怪しいことがないってことだから。そうそうそう、うん、だしされ確認されても、まあ、うんとは思ってるけどっていうことだよね、多分。いいことじゃないからな、うん、だって俺なんか今カメラホルダーの先頭レナシちゃんの顔やで。昨日のね、そう、質問募集のインスタね。アイコンですね。これだから覗くとしたらどこ見るんだ？ LINE？ LINE と Twitter のリプ欄とか。あー、いいね欄、いいね欄、結構。あと DM、インスタの。そんなもの見る？見慣れてる人みたいになってる。本当だよ。DM じゃない、インスタの。経験者じゃん。見てないですよ、見てない。ああ。相手と目が合って恥ずかしくてすぐそらしちゃうんです。かわいい。かわいい。はい、これ、あれですね、あの、なにわ男子のウブラブの MV の長尾くんです。わかる人にはわかることを言いました。どういうこと？あの、感想部分みたいなところで、うん、こうカメラを女の子に見立ててこう近づいてきて、うん、目を合わせてすってそらすっていうのが、うん、長尾くん、長尾くん、長尾現象と呼びましょう。長尾くんかっこいいよね。かっこいい、はい、アクセント持ってる。なにわ男子さ、かっこいいとかわいいのさ、そのなんつうの、そう、やばくない？数学でさ、集合ってあるじゃん。あのさ、かわいいとかっこいいのさ、ここ、ここね、数英で並ぶやつ、数英のここ、数一英のやつ、あそこいるね、はい、あそこしかなにわ男子いないから。そう、たぶん、新太郎の担当だと思う。あ、そうなの？こういうこと言うの？そう、こう言って、いいよな。あったよね、YouTube で。 YouTube で一回言ってたのよ。見てみよう。そうそう、こう言っていいよな。これなあ、みんな、うわ、ほんとだ、っていいよな。なんだか、わかんねえなって。そう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 、わかんねえっていう。面白い、この人。そう、22で結婚したけど、早すぎた気がする。もっと遊ぼうよかった。おめでとうございます。いや、でも羨ましいけどね、俺たちからすると羨ましいけど、早かったかもって感じるんだろうなって気持ちもわかる。うん、結婚したことは実は、いいのないんだよね。ないよね、知ってた。知ってた。あれよ、この乗りはある顔でない。でも羨ましい、正直。結婚してる分でも遊んじゃダメなのかな、結婚してから。多分このさ、遊べばよかったってさ、一生悩むやん。どっちの遊ぶ？まあそのクラブ、まあその一夜限りの関係は良くないとは思うけど。プレイ・ウィズ・メンズの話？うん、その話だよね。そんなおしゃれに、プレイ・ウィズ・メンズ、メンズの話だよね。そうそう。なんかさ、カズマいらなくないって思っちゃう派だから、分かんないんだよ。遊べばよかったか。
でも遊んでないもんね。遊んでないね。遊んでないもんね。うん、キャバクラブとか行ったことない。行ったことないでしょ、絶対。羨ましい。結婚が早い、うん、それだけ決断ができる相手って会えたこと。早く結婚するといいって言うからね、うん、誰か言ってたよ、アメリカの誰かジョブズジョブズが言ってたんだ。お亡くなりになられた時に。そうそうそう、リンゴより結婚。ごめんなさい、今の人お願い。次行こう。次行きましょう。今気になってる人と DM してて恋愛系の方に持っていきたいんですけど、どうすればいいか分かりません。かわいい。かわいい。おいくつ？ちょっと見ていい？うん、これプロフィールどうやって見るの？見方わかんないんだけど。あれ？おじさんとおばさんにはちょっとインスタグラム難しい。調べるわ、調べる。汗汗。ゼロ二ライン、わかりやすいね。オタクあるある。なんとかライン。ラインね。19だ。19か。じゃあ今多分大学生か専門か社会人っていう感じか。はい。もしくはクソニートか。クソニート。クソニート。未成年じゃん。うん、私未成年じゃなかったらとりあえず飲みに行く。あ、そうね、酒強いよね。お酒マジで強い。19か。飲めないんでしょ。飲めないんだよ、私絶対飲み行こうって言うもん、一言目。映画見に行こう。あ、気になってる映画あるんだけど、これって見たことあるとか。強い、評判いいらしいんだよね、か。その子思い出してきた、思い出してきたとか、うん、学生だったらさ、一緒に帰り道帰ろうとかはできるけど、うん、そう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 、プリ取ろうとかね。バカ。洋華堂のフードコート行こうとかできるけど。いいわこれ、キュンキュンするな。キュン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 どうして、キュン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 どうして。坂道オタクの皆さん、アンチお待ちしております。すいませんでした。今気になっている人が2人いて、どっちもかっこいいんです。でも2人ともどこかが似てて、1人に絞りたいけど似てるところがありすぎて絞りきれないんです。どうすればいいですか。この人ずっとレモンあるんだけど、レモン絞りたいってこと？ギュ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 。分かった、これを伝えるためにこれの人ですよっていう文章がつながるように文字つけてくれ。頭いいかよ、光る頭いいかよ、光る頭いいかよ。剥離かもしれないけど。名前ダメって。あー、ごめん。ごめん、光。すまん。光っていう名前だけ言うわ。どういう気になるなんだろうね。かっこいいワーキャーだったらさ、うちら時もちょうたくと一緒じゃない？あー、確かに。ワイターとかね。そう、マジワイター。そうやなーみたいな感じ。熊崎キュウ太郎さん。そうやなーみたいな感じじゃん。だから、それはなんか恋愛じゃない可能性もあるよね。あー。ワンちゃん。どういう時にさ、好きっていう感情が湧く？めっちゃ楽しい質問するじゃん。女が出てきたよ。どんな時？どんな時逆に？俺は好きなタイプとか好きな顔とかなくて、いちご狩りに行きました、はい、で、とてもみずみずしく美味しくでっかいいちご見つけました、はい、うわこれ食べさせてあげたいって思ったら好きだよね。でしょ。そうだから、うわーイルミネーション綺麗、あそこでなんか綺麗らしいね、誰誰こうと来たんだ。一緒だっていう。それではね。そう、私セカオは好きなんですけど、おい、この風に積もる雪はやっぱりあなたと見た方なんですよ。炎と森のカーニバル。サイレントすいませんでした。サイレントアンチの方すいませんでした。すっごい昔の出してきました。逆にだから何かを考えた時に一番最初に思う人。そうそうそう、浮かぶ人でしょ。考える。そう、浮かぶ人。二人浮かんだら別にまあ、うん、まあファンなんじゃない、それは。そう、もはや、うん、まあ、日本の政治に一切タフ性をちょっと認知させていただいて。そう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 、やばい、今さ、この彼氏にキンプリのことがっていう単語とさ、ゴリゴリが混ざってゴキブリに見えたんだけど、キンプリをゴキブリに見えたらもうダメだって。彼氏にゴキブリのことが。そう、叩かれるわ。ごめんね、じゃあ答えないでおくね。彼氏との別れ方、てんてんてんって書いてある。もう相当別れたいな。相当だね。相当別れてる。なんで別れようって言えないの？ね。フィジカルタイプとか。なるほど。退屈の毎日かみたいな感じだとしたら、その法的にちゃんと考えた方がいいけど、それは。多分そうじゃないから、普通にすれ違いだとしたら別れようってもう言った方が失礼じゃないと思う、相手にも。なんか下手な言い訳考えるより、うん、そうそうそう、ストレートにね、一旦伝えることが大事だから、なんか人間って3秒以上考えると言い訳考えちゃうんだって。もう別れよう、でもどうしようかなってその3秒悩んだ瞬間にもう送らなくなっちゃうから、別れようって書いたらすぐ押してごらん、送信ボタン。そうなんだ、めっちゃいいこと聞いた。ジョブスが言ってた。ジョブスが言ってた。ジョブスが、何でもジョブスでいいよ。何でもあいつがいいよ。ジョブスから質問来てねえかな。死んじゃった。天国から来てねえかな。怖すぎ。
ということで、今日はね、ザリガニとレナシがとジョブズがお送りしましたイエーイ。レナシちゃんの方にもね、コラボ動画たくさん上がりますので、よかったら見てみてください。お願いします、はい、ということで、今日のザリガニとレナシでした。またね、バイバーイ。すいません、怪物がお邪魔しました